ってやろう太郎です。ジューナーさんからの質問です。 F1 のエンジンオイル交換はどのぐらいの頻度で行われているのでしょうか。セッションごと、1日ごと、レース行く前に新しくして決勝終わりまで変えられないなどあるんでしょうか。よろしくお願いします。オートバックスのピットが空いてるかどうか次第じゃない。オートバックスまで行かなきゃいけないじゃん。パドックにオートバックスが来てるんですよ。で、自分のガレージから見てるって俺交換して。俺の車今、あ、俺の車が始まったみたいな。これか気にしたことなかったね、エンジンオイル、うん。僕も気にしたことないんで知らないですけど。まあでも少なくとも1日に1回はしてるはずです。うん、1日1回はね。もしかしたらセッションごとにやってるかもしれません。うんうん、っていうのは、うん、エンジンオイルを交換することによって、はい、そのエンジンに問題がないかのチェックもできるわけですよ。え、なんで？もし、うん、交換する抜くじゃないですか、はい、オイルを使ってたやつを、はい、まあ実際やってるんですけど、うん、あのペトロナスにしてもモービルにしてもシェルにしても、はい、サーキットにラボ持ってきてて、はい、抜いたオイルをそこで機械に入れて検査して、もともとのオイルの成分と使い終わった成分が違うか違わないか、すごい、ね、もしなんかちょっと不純物金属のなんとか片が入ってましたってなると、うん、そこから逆算して、あ、この金属の素材が入ってるってことはあそこが壊れてんじゃないかみたいなことがで、うん、分かるので、まあ、実際、まあ、ある程度はそういうの入ると思うんですけど、健康診断みたいなね。いやだから本当にそう、ね、そのためにオイル交換してると言ってもおかしくはないぐらいかもしれないですね、うん、今分解することができないから、ちょっと22号車呼んでくれるかなみたいな、うん、どうしたお前昨日 何食ったみたいな、俺ですかみたいな、22号車ゲームやりすぎじゃないかみたいな、これはウーバーイーツ頼んだだろう、うん、みたいな、これ見てこれ何か分かる、これ君のオイルねみたいな、夜更かししたよね、うん、みたいな、これこっちが健康なオイル、これ見て分かるよねみたいな、まあ、そういうことが分かってしまうという、あ、そういうこと、うん、だからこそその、まあ、ペトロナスにしてもモービルにしても、うん、オイル屋さん、まあ、燃料だけじゃなくてそのオイルも使ってるのはそこで、オイルはサスティナブルじゃないの、じゃないでしょうねきっとね、うん、でもそんなのバシャバシャ使ってたらなんか言ってることと反してるような気もしちゃうんだけど、まあ、燃料ほどはバシャバシャ使ってないんじゃないですか。ああ、そういうこと、まあ、オイルの方にいろんなものを混ぜたりとかしてるのは昔ありましたけどそれもやっちゃいけないにはなってるし、一応今のところなかなか面白いところに着目されましたね。そうですね、まあ、それこそ本当にその話で言うとね、オイルの方に、うん、ノッキングを防止するような薬剤を入れて、それが燃焼室にちょっと入ることでノッキング防止するみたいな、それはできないし、ね、燃焼室に直接入れることもできないけど、燃料の成分も決まってるんでね、でもオイルの方はそれがないからオイルの方に入れてみたいなことをやってたら、例えば予選用はこのスペシャルなオイルでみたいなことになるだろうし、まあそういうのは多分2018年、19年ぐらいまでか、うん、やってたと思いますけど、なんかフェラーリとかメルセデスが予選だけ異常に、うん、ね、早かったの、うん、パワー出るみたいな、うん、ちょっとグレーな時とかはそんな感じのこともやってたと思いますけど、まあ、だからセッションごとは例えば FP1、FP2 の間にやってるかどうかわからないけど、多分やってんじゃないかなと思いますけどね。まあ、実際PU の横でこうやってシコシコやってる、ね、ってあの、うん、ホンダさんとか、うん、EU メーカーのメカニックさんこれやってますからね。それがこうアナログなんだね。シュ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 って、うん、気にして映像とか見てたら今オイル交換してるみたいなのも分かる。まずセッション中にはやらないでしょうけど、ね、ちょっとセッションとセッションの間 間に、ね、うん、何をやってるかっていうのを見てると、あ、やってるわってなるかもしれないし。はい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 、何リッターぐらい入るんだろうね F1 のオイルって。あれオイルタンクはあのね、真ん中エンジンの前についてますけど、こういう真ん中 のコンプレッサー避けるようにこんな形して。あ、変な形でついてる。前はエンジンの前にこうストーンとこう細長いのがストーンついてましたけど、はいはい、うん、今前にコンプレッサーがあるんで、うんうん、これを避けるようなこういう形のオイルタンク。へえ、そんな形なんだ。四角じゃなくてもいいんだね。だからこのな変な形してるからこう寄っちゃって走ってる時にうまく吸わないみたいなことが最初はあるんですけど、その中のこうね、中にこうバッフルって言ってこう、うん、ここにあるオイルが常にここにはあるように、動いたからといってこっちに行っちゃってこっちからこっち来ませんみたいなことにならないよ。形してても変な重力かかっても中のオイルは最後の吸うところは常にあるみたいな風にした。一応あの結晶の間に使っちゃいけない量は決まってるんで、今そのオイルの量まで決まってんだ。だから昔それでバシャバシャやってたんで
いけないことをやってる人がどっかちょっと赤いチームとかあったりしたんで、オイルの使い方を間違っちゃった人みたいな、なんか異常に使ってますよねオイルをみたいな、何に使ってらっしゃるんですかみたいな、なんかちょっとおかしくないですかみたいなのがあって、オイルの方も使用量を制限してしまえばそういうこともできなくなるっていうのがあるんで、みんなもうあの手この手考えるね予選決勝はだから使っていい量が決まってるんですけど、それは最後こう抜いて、はい足りなかったからみたいな、センサーで全部分かっちゃいます、あセンサーでね、あ便利だね今ねなるほどなるほど、こんな感じですか、そうですか、ね、ちょっとショートな感じでしたけど、まあはい、あまり聞いたことはないのでいつ何時変えてるかはちょっと分かりませんけど、うん、まあそういう、うん、あのエンジンの状態を確認するためにも非常に重要な要素であるということは確かですよね、うん、それはちょっと新しい発見だったね、抜いたオイルの成分を見ることで、うん、このエンジンの中で何が起こっているか、健康診断ができる、切り子が入ってるとこれはやばいって言って止めるってこともあるかもしれないし、なるほど、逆にだからエンジン壊れた時もそのオイルを見て何が起きたのかっていうことを分析することもできるかもしれないってことね、うん、オイルは結局エンジンの中全部回ってますからね、あでも本当にだから血液だね、はい、ということで、なかなか、うん、いい質問だったんではないでしょうか、ちょっとねあの明確な答えは、ま、今のところありませんけど、また何か新しい情報があれば、はい、ちょっと本橋さんにこうコメント欄に書いといてもらいましょう、あそうだね見てたらこうだ、あもう、セッションモードやってますよ、もう記憶されてるんだっけ、されてるはずです、されてるはず、じゃ あ, あの兄貴すいません、あのちょっとあのいつやコメント欄に、あ、ね、なんならここに来ていただいてね、フリップかなんか持って説明していただいて、はい、いいかと思うんで、あの よろしければ、ついでにちょっと2026年型エンジンの解説もしてもらって、あいいかもいいかもいいかも、じゃ あ, あのちょっとスケジュールはちょっと言えないのこと調整していただいて、10本ぐらい取れるかなと思ったね、ぜひコメントお待ちしております、はい、ということで今回の質問よかったよ、元橋さん待ってるよと思った方、いいねボタン、これいいねいっぱい来るんじゃない、はい、チャンネル登録、元橋さんも登録してね、よろしくお願いします、ありがとうございました。